はい、始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。はい、じゃあ吉田浩一と勝野さとしでお送りします。まして関東のその世代なんで、はい、高明さん、のりたけさんが、はい、高明アンのりたけでお笑いスター誕生に出てきたのが、うん、小学校の5年か6年です、うん、土曜日にやってたからあの番組って、うん、小学校終わってダッシュで家に帰ってお笑いスター誕生を見る。それでご飯を食べて、うん、サッカーに出かけていく。おルパンの声の人がやってるよみたいな、あの司会だったから山田康夫さんが、うんうん、トンネルズって部活芸なんですよ、うん、学園祭のノリをそのまま持ってきてそのまま売れたして。なるほど。ところが学校の面白いやつなんだけど、うん、プロの世界でしょ、うん、通用しないわけですよ。なるほど。これって実はサッカーとか野球全部当てはまるんですよ、芸事には。ある小さいとこでうまいやつを本物のところに行って評価されるかどうかっていう話じゃないですか。トンネルズの話は面白いなっていうのは、高明さんが夏の甲子園に出られなければ野球部は早いじゃないですか、はい、それで就職も決まってると、素人のそういう番組に出ると、うん、でそれがテレビジョッキーだったらしいんですよ、土井正さんがまだやってる時、うん、人たちが素人のそういう人たちが出てきて芸を出して今週のチャンピオンみたいなのをやっていく中で、うんうん、まあ高明さんも勝つわけですよ、うん、ねえ、のりたけさんもその後出たみたいですか、ね、なるほど。ええ、一人で出たの？そうそうそう、一人で。うん。でもうその時にしてるネタがサリーちゃんのお父さんとか。そのまあ、あの。こうちゃんすごいよね、記憶力が。で、また僕大好きだからさ。ああ、そうなの、ええ。で、そういうのがあって、そのグランドチャンピオン大会があって、その時の、高木さん優勝したのかな？準優勝、竹中直人さんだって。で、それって考えたらレベル高すぎでしょ。確かに。関根ひとむさん、うん、なんかもうそう、その、まあ、銀座ナウじゃないですか。銀座ナウだよね。だから銀座ナウ世代、そうそう、世代がそこですね。これ収録って感じじゃなくて普段の会話だよね。そうそう。でもたまにこういうの撮りたかったの、まあ、昭和だからさ。その要は野球の話からこれこう来てるんだけど、うん、僕そのトンネルズ世代だって話してるわけです、うんうん、でトンネルズがどれくらい好きなのかってそういう感じじゃないですか。なるほど。高校生になった時かな、夕焼けにゃんにゃんっていうテレビ番組が始まるんですよ、うん、もちろんもうだって加藤さん大人だからさ。そう、見てないよ。おにゃんこクラブでしょ。そうそう、毎日生放送だからさ、すごい番組だったわけですよ、うん、でそこトンネルズがやっぱ出て、トンネルズはその前にさ、あの中学、僕ら今度中学校の時にはオールナイトフジがあったんですよ。オールナイトフジは見ることあったでしょ。もういつも見てましたね。見てたでしょ。 11PM も見ましたよ、ね、世代がちょっと上だからいいですよ、ね、昔はその僕らの時代はまだやっぱり本じゃないですか。本じゃないですか、うん、もういいよ。ちょっと大人になっていく上でも本じゃないですか、うん、今の人たちはもう動画じゃないですか。動画だよね。それ多分勝野家の三兄弟もみんな動画だと思います。動画、本なんか見ないでしょ。で僕らは本じゃないですか。本、本っていうのはやっぱ物が残りますから。証拠隠滅でもいろいろするわけよ。でもよくよく考えれば年下のいかないやつの証拠隠滅なんてたかが知れてるから証拠隠滅になんないんです。まあそんなんでオールナイトフジがあって、オールナイトフジにもトンネルズ出てたじゃないですか。もうやっぱりね、トンネルズがあの一期、うん、歌出したとき、うん、かなりテンション上がりました。おう、こうちゃん、トンネルズ好きなのね。お笑い好きだよね、はい、お笑いでもトンネルズが好きですね。トンネルズなのね。トンネルズが好きですね。あのスポーツの番組あるじゃない、最近。あ、スポーツを、はい、うん、あれとかも見る。もちろん。あ、そう。トンネルズ関係基本全部見ます。マニアだね。マニアです。今、高明さんが YouTube を始めたんですよ。お
やっぱりすごいですよ。あっという間になんかもう60万人とか。まあ。皆さんのおかげでした。一緒にやってたディレクターと一緒にやってるんですもん。つまりもうプロだから。違いますよ。で、テレビには縛りがあるから、テレビに縛りがないところって言って、ではテレビの延長線上みたいなことをやってるわけですよ。うん、もうハマっちゃうでしょ、それ。一番面白いじゃないですか。まあ、そりゃそうだよね。でも、高明さんもやってるのは、もう野球のことなんですよ。ああ、なるほど。で、野球のことで、その要は、リアル野球版あるじゃないですか。はい、リアル野球版の時に、帝京の後輩でって言って、日ハムの杉谷君って出てくるんですけど。うん。で、今週の杉谷ってやってるんですよ。なるほど。で、杉谷君レギュラーじゃないから、うん。ね、この試合で何回に出てきたとかっていうのを事真っ赤にやってるんですよ。ほう、なるほど。で、帝京の出身の選手を追ってやったりとか、うん、で別に僕は帝京の、出身じゃないから、うん、そこにはあれなんですけど、あくまでもトンネルズが好きで、うん、で、トンネルズだってノリさんが好きなんだけど、うん、うん、高さん派じゃなくてノリさん派ですけど、当然。なるほど。だけど、こう、やっぱり見ますよね。やっぱり見ちゃうのね。いや、面白いですよ。で、タカさんのあのスポーツ王とか、何が面白いんだか俺は分かんないんだよね。高明さんは、まず野球は好き。うん。好きだよね。細かい。ちゃんとね、野球をリスペクトしてお笑いにする。うん。なるほど、ね。そこが僕は好き。うん、なんていうの？いつも野球やってても打てないからさ、あの人。あれ、打ってないの？打って、カズノさん言うけど、テレビだからさ。そうだよね。これね、テレビだからさ。うん、まあ、僕らも YouTube だけど、うん、これ、今ここで話してることにフィクションはないんだけど、うん、テレビは基本フィクションだからさ。そうだよね。ゴルフとかもさ、まっすぐ飛ばないからね、あの人。フィクションだよね。だけど、番組制作彼がしてるんだからさ。なるほどね。そこですよ、だって。タレントという目で見るだけじゃなくて、スポンサーも連れてきて制作をする人と思えて、数字も取る人と思えば、なるほど。いや、そこの見方ですよ。でも、圧倒的に勝野さんみたいに見る人がほとんどなんですよ。そうだよね。だから見ちゃうんだよね。じゃあ、それはそれでいいんですよ。ただ、その数字の世界でずっと戦ってきたから、まあ、今は逆になんか YouTube やってると肩の荷が下りてて、うん、昔のトンネルズの匂いがするわけですよ。なるほどね。うん。注目の YouTuber です。